皆さんこんにちは、秀丸です。ライジンアゼルバイジャン大会見ましたか？我らが鈴木千尋、見事 KO 勝ちでライジンのフェザー級のベルトを奪取しました。本当にね、めちゃめちゃ嬉しい。おめでとうございます。いやー、千尋ね、本当勝ち方がね、いつも予想を超えてくるんですよね。もうまさかっていう勝ち方じゃなかったですか？本当に、いや本当にね、興奮冷めやらないです。で、今日なんですけど、千尋って結構勝利した時のインタビューって本当まっすぐすぎて、結構ネット界でね、脳まで筋肉じゃないのかっていう感じで、脳筋、脳まで筋肉だと思われていたらしいんですけど、実は違うんです。あいつ格闘技に対してめちゃめちゃ、格闘技に対してですよ、まあ、プライベートは結構ね本当にバカな一面もあるんですけど、格闘技に対してはね、本当にロジカルな部分があるんです。今日はね、そのエピソードをね、話していければなと思いますので、ぜひ最後まで聞いてください。まず千尋って、もう感性がねすごいんですよね。 そもそも格闘技なんかもう不思議な感性持ってて、ピットブル戦あるじゃないですか。ピットブル戦なんて、こうあいつ右ストレートが当たるっていうラインが試合中に見えたらしくて、レーダースコープかな、あれがなんかこう試合中に出てくるらしいんですよ。まあ、まずそもそも不思議じゃないですか、その話って。だから、あ、この感覚ってなんかすごいなと思って、なかなかやっぱ常人じゃない感覚ですし、これがあって、あ、見えるからその通りなぞってストレートを打つだけですって言ってたんですよ。まあ、そしてね、ピットブル選手もね、見事 KO したし、で、面白いのがね、クレベル選手の時はそれが見えなかったらしいです、うん、まあまあ、だからあんな結果になったのかな。まあまあ、どういうモチベーションの問題なのか、この何なのかわからないですけど、本当にね、不思議な感性を持ってます。で、メインのね、格闘技に対する IQ、 これはね、ほんと、とある日なんですけど、僕がなんか千尋と一緒に飲んでた時かな、こう将来の話を、将来どうしたいのっていう話をしていた時に、あ、もちろん世界に行きたいですっていうことを言ってて、で、僕計画があるんですよってポロって言ってきて、世界で決められている寝技ランキングをあのネットでリストアップして、それを何位までだっけな、100位だったかちょっと忘れましたけど、20位だったっけな、うん、もう本当に UFC とか ONE とかで決められてる、もうトップ20とかを調べ上げたらしくて、それを一つ一つ潰していけば僕は絶対世界に行けますってことを聞いて、へえと、もうこの時ね、こいつ格闘技に対して本当真剣な男だなと思ったし、なんかロジカルじゃないですか、ちゃんと多分自分をね、客観視できてるんですよ。なぜならあいつの強みって打撃じゃないですか。だから実際ピットブル選手、まあ今回もケラモ選手打撃でね、倒したわけじゃないですか。もう倒せる一撃を持ってるんですよ。だから誰であろうと多分当たれば倒せるっていう自信があるんで、そこで世界に対抗していくにはどうすればいいかっていうのをあいつ自身でこう考えたらしくて、寝技もうちゃんとね、世界で決められてるトップ20、まあ、ちょっとそれごめんなさい、それは忘れました、を調べて、そこから潰していく、一つ一つちゃんと潰していくっていう。よく総合格闘技って覚えることが多いって言うんですけど、まさに僕もね、ちょっと柔術とかやってて思うんですけど、本当に果てしないんですよ。やっぱりそう考えた時に、選手生命って時間が限られてるし、だからいかに早くね、こう強くなれるか、まあね、世界と戦っていけるかって考えた時に、やっぱり最短でいける方法って自分の強みを生かしながらネガティブポイントをなくしていく、まあその方が早いと思うんですよね。だからそれをこう千尋がその話をした時に、こいつマジでちゃんと考えてるなと思って、うわロジカルだわって本当に感心してしまって、うん、だからこそ今回の勝利も嬉しかったし、まあやっぱりいろいろ研究したと思いますよ、彼なりに。ケラモス選手の動きとかを、うん、だからね、脳筋って
言われてますけど、彼は格闘技に関しては本当に IQ 高いし、すごいロジカルな考えを持って取り組んでるので、あそこまでちゃんと結果を出していると思います。まあ、だから今後のね、千尋にも期待してもらったらなと思います。まあプライベートはちょっとまっすぐでバカで可愛い一面もあるんですけど、本当に格闘技は真剣なんで、これからもね、千尋の応援よろしくお願いします。はい、今日の動画は以上になりますが、この動画が良かったと思ったら高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。